どうも、ハイチです。今回はですね、今春休み真っ只中なわけですけど、進級したりとか、まあ、進学するわけじゃん、みんなは。中2が中3になったりとか、まあ、高校に上がったりとかしてるわけでしょ、これから。で、その時に、じゃあ新しい学年になって、今までよりも、いい順位になりたいなとか、今までよりもっと上のレベルに行きたいなと、願ってる方は多いと思うんですよ。それその努力をしてるかっていうとまた別問題だけどね。で、その願いを持ってる方に、ぜひちょっとこういう風にここから勉強していこうぜとか、こういうことを意識していってねっていうことを改めてちょっと、ね、話していこうと思います。まあ、成績上げたい方はね、ぜひ見ていってください。で、まずですね、その、成績上げるためには、すげえ単純にするんだったらもう勉強量を増やすしかないんですよ。絶対的な勉強量ね。その勉強の仕方とか、やり方とかもちろんいろいろ創意工夫が出てくるわけですけど、勉強時間をしっかり確保するってのは大事です。まあ、ただ、闇雲にさ、5時間。今まで2時間だった人が5時間っていう時間を確保するんだけど、だらだら5時間やったって意味はないので、そのね、内容の濃さとか、そこも吟味しなくちゃいけないんだけど、まず勉強量を追わなきゃいけないと。じゃあそのためには、今、春休みじゃないですか。で、春休み、あんまり宿題出ないんだよね。進学する方は、新しい、ま、入学する高校とかからさ、結構課題出されるじゃん。結構えげつない量出されるところもあると思うんだけど、まあ、それで、ね、うわーってなってる方もいるかもしれないけど、進級する方、中2から中3とかに変わる方はあんまり出てこないんだよね。そうすると、まあ、まったりするよね。そうそう。まあ、いいんだよ。エンジョイしてほしいんだけど、ただ、やっぱりね、勉強習慣っていうのは、一朝一夕で作れないんだよね。もうみんな実感すると思うんだよ。今、例えばあんまり勉強してないなっていうね、普段勉強してないなっていう方が、もしさ、テスト前になった時に勉強習慣作れるかって言ったら、作れなくない？もちろん、テスト2、3日前とか、直前になったらさ、やべえと思ってやるかもしんないけど、じゃあ2週間前からやりますかって言ったらさ、うんってなると思うんだよね。だから、やっぱり勉強習慣っていうのは、なくすのはすげえ簡単なのに、作るのはめちゃくちゃ大変なんだよ。だからね、できることならば、やっぱりこの春休み、ちょっとでいいからね、1日ほんとね、10分とか20分でもやるだけでも価値があるから、勉強を毎日するっていう習慣は、今のうちから、今なくなってる方もね、今のうちからやっておくと、それが必ず武器になるから。うん。後でやればいいと。ね、ダイエットみたいにね。そう、明日からってそのね、その時期になったら痩せればいいかーって言って、痩せねえんだってよ。俺がそうだから、間違いなくね。なので、今からやっていくといいと思います。で、その、やっていく勉強、そのね、内容として、やっぱ効率よくやっていきたいじゃないですか。で、その、自分がよく言うように、新しいものをね、インプットする。新しい言葉を覚えたり、公式を覚えたり、解き方を覚えたりっていうのが、まあ、勉強ってイメージがつきやすいんですけど、インプットばっかりやってると、それが、その、インプットばっかりになっちゃってて、そのテストの時に使いこなせないっていう風に陥るわけですよ。例えば、数学の問題あるじゃないですか。解けませんでした。解説を見ました。あ、なるほどって理解したじゃないですか。はい、インプット完了。次の問題っていくと解けないわけですね、それは。だって、インプットしただけだから、自分が解けるようになってないんだって、それは。で、その瞬間、じゃあ一回ね、確認して、自分で一回やってみよう、解けましたと。オッケー、じゃあ次の問題やりましょうって言ってもいいんですけど、それをずーっと放置すると一週間も解けないわけですよ。だって反復練習してないから、定着しないからね。だからそういう風に、インプットするっていうところと、覚えたことを忘れない努力をするっていう、ちゃんとこの二つの面をしっかり、確認していくというか、意識してやっていくことが大事だと、まあ、自分は思ってるんですが、まあ、今回話したのはそこではなくって、皆さんね、自分のチャンネルとか、まあ、他の YouTuber さんでも構わないんだけど、YouTube の動画とかを見て勉強していこうと思ってる方は、ぜひね、使ってほしい機能があって、ちょっと、ね、切り替えます。はい、ということで、ね、画面切り替えました。これは皆さん普段ね、使ってくださってるページかなと思います。例えばね、まあ、自分のこうページがあるじゃないですか。で、今度中3になった子がいると、まあ、再生リストがあるんでね、こうやってスクロールすれば中1、中2、中3とか、まあ、数理だね。下に英語、社会、国語まとまってますんで、まあ、探すじゃないですか。で、中3ね、最初式の展開と因数分が出てくるので、そこをクリックすると。で、まだ再生リストになってるんで、シリーズになってますと。ちょっと今、音声出てないんで、画面だけになっちゃうんですけど、こうやって普通に見てもらっても構わないわけなんですが、ちょっとあれか。ごめん。こっちのカメラで拾っちゃったかも、音をね。まあ、15分38秒あるわけですよ。で、もちろん、みんなもね、解ける、こういう問題演習だったら、バーって多分、これ動画止めるじゃん。止めて、まあ、ノートとかにやってみるじゃん。やってさ、で、合ってるかなーって、こう、きっと早送りするわけよ。で、早送りして、うん、おぉ、ごちゃごちゃしてんだ。で、こう、丸付けしてさ、あ、間違った、間違ってんのか。じゃあ、そこだけ解説に聞いてみようかなと思って、例えば8番間違ったらさ、8番とこう、戻って、ちょっと8番だね。で、ちょっと再生して、説明聞いて、あー、そうか、俺それ間違ったわ、みたいな確認をしていくやつ方が多いと思うのね。で、いいと思う、それは。使い方はみんなの自由だからいいんだけど、その時、例えば、これは問題集だからいいんだけど、全然わかんない知識をさ、一から聞く授業とかの、まあ、動画もあると思うのね。その時に、やっぱぜひね、使ってほしいのはここ。この右下の設定。ここをクリックすると、速度変えれるんだよね。YouTube の機能があって。これ、スマホでも変えれるから今は。
で、その標準になってるんで、これを 1.5 倍速。ちょっとこれ、あれか。音を直通で拾うから、ちょっと聞いてて。ちょっと待ってね。いくよ。ってやつだな。ひっくり返すってこと。まあね、昔の動画だ。テンション低いんだけどさ、ごめんよ。聞こえるかな。横にいるやつはな。だから、ため口だ。X が下に行きます。だから、これ喋ってでしょ。で、これを、ちゃんと分かれば、例えば 1.5 倍すると、それぞれの下に書く 3X 分の4、3X 分の4でしょ。で、困ったら消しちゃおう。いいね。で、躍動します。早いけど聞き取れると思うんだよね、きっと。下にあるから、よくね、下にで、1.5 倍で見れば、15分ももっと短縮されるし、で、もっといけるんだったら 1.75 にしても。1になって、ここが3になる。X が消えて、X が消えます。いいね。で、こういう。まあ、いけるよね。マックス2倍なんだけど。何が残ってるか分かんなくなる。だから、みんなね、ノートとか、ルーズリーグで取っても、そこそこ大きい字で書いて。まあ、ちょっときつい。きついけど、多分ね、慣れちゃえばね、いけると思うんだよ、全然。まあ、15分38秒の動画も7分半とか、まあ、8分弱か。に変わっていくわけ。2倍でな、ね、見ることによって。ちょっと画面戻しますね。で、今回何が言いたいかっていうと、自分の動画もさ、本数がいっぱいあるし、まあ、自分動画だけじゃなくって、勉強するときにはやっぱそれ相応のさ、量は必要なわけよ。教科書とかワークでやったときにもね。で、自分の動画を使うんであれば、できればこの春休み中に今まで標準でずっと見てる方は、1.5 倍、最低 1.5 倍で、いける方は慣れたらいいと思う。いける方はもっと2倍とか言っても構わないので、速い速度で見るっていうことに慣れておくと、それは勉強効率化できるから、単純に時間の作業として。で、結構ね、今までこういろんな方に意見を聞いていくと、まあ、標準が合ってる方もいれば 1.5、1.75 とかいろんな方がいるんだけど、自分に合う速さを見つけて結構速い方が集中できるって方も結構多いんだよね。喋ってる声も変だからさ、違和感もあって、まあ、なんか、こう楽しく聞けるとか、まあ、いろんな意見があるんだけど、ぜひ今まで標準をね、もうなんか無意識で選んでた方は、一つの選択肢としてこの春休みちょっと取り組んでほしいというか見てほしい。だから、自分の動画は 1.75 が合うけど、この先生の動画は2倍が合うとか、いろいろ違うと思うんで、その辺も先にやっておくと、せっかく春休みだからさ、今自由だからさ、この期間で、まあ、自分に合うさ、その速度を選んでおくことによって、学校いざ始まった時に、みんな学校始まったらさ、早いよ、勉強難しくなるからね、学年上がったら。なるからさ、その今のうちに、なんか合う速度というか、をね、見つけておくと、そのこれからのね、勉強生活がね、ちょっと良くなると思いますので、ぜひね、チェックしてみてください。